しく過ごしたことしか今は思い出せないけど、休みます。どうしてみんな別れ間際に綺麗な嘘をつくのでしょう。二度と顔も見たくないのに、友達でいようなんて横須賀線の最やっぱり心の奥であなたを少し恨んでいるのです。明日は会社を休みます。